ウサギたちの餅ちつきは2008年1月5日から TBS 系列の BS デジタル放送 BSI で各週で土曜日23時30分 -2400 にかけて放送されていたテレビドラマである全12回インターネット配信されたオリジナルドラマウサギの餅ちつき1-2やインターネット配信の他 BSI でも放送された うさぎが餅ちつきの続編にあたるうさもちシリーズの第4作目となる作品。優先のギャオやヤフージャパンのヤフー動画といった動画配信サイトでも配信。主演は大谷光穂、高田光太郎の他にゲスト出演として大友康平、上原さくら、南明奈、杉浦太陽、佐藤愛子が出演。経営危機に陥っていた広告代理店。 スマイルエージェンシーの社長の宮崎は、なぜか、カバを追って、アフリカへ行ってしまった。それを機に、不採算な、スマイルエージェンシーを潰してしまおうとする、佐久間武千代。しかし、武千代の父親であり、スマイルエージェンシーの親会社の会長である、佐久間茂千代は、お金さえ払えば1ヶ月で会社を建て直すという、通称、社長や、沢田翔太郎を投入する。果たして、 スマイルエージェンシーの運命は、第1から4話、第5から8話、第9から12話、ありがとうございます。